さて皆さん、そろそろ始めたいと思います。千年、もう千年になってしまったわけなんですけれども、千年の11月末に加藤陽子先生の第1回の、授業ということで、日清戦争に特に関しまして、その日本のその国民というものがですね、その戦争をどう見てたのか、それを歴史の、まあ、いわば生歴史から聞こえてくる、まあ、生の声ということを通じて、いろいろ私たちに教えていただいたわけなんですが、今回はそれに引き続きまして、戦争の歴史から国家を見る日露戦争研究の現在ということで、ご講義いただきます。それでは先生、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日は福岡先生の他にも大元締めの長谷部先生までおいでになっているので、非常にプレッシャーなんでありますが、この90分という時間に慣れつつちゃんと講義したいと思います。前回はどうしても110分的な頭ででしてね、日清戦争全然まとまってないじゃないか、国家をどう見通すかというところまで、展望がない形で終わってしまいましたので、本日は頭の部分できっちり皆さんにちゃんと書いていただくようなお話を始めたいと思いますので、よろしいでしょうか。本日配ってありますのは、ページが A4 の形で1234とついているA3 版の両面の配布物になっています。それで、まあ、これ本人が打ってて6センチぐらいあるななんて思ったんですが、どうしても歴史というのは、まあ、言葉の正確さと、あと出典ですね、引用中などがきちっとあるかどうかで、それを確認する検証するという作業の時に、非常に皆さんのお手間なり確実性というのを上げることが大事ですので、それでレジュメは非常に細かく書いてあります。ただ前回も申し上げましたように、私の性格の悪さからかもしれませんが、レジュメに必ずしも結論に当たる部分とかまとめに当たる部分は書いていません。ですから前回のその括弧6のまとめというところを今から言葉でまとめていきますので、がっつりとノート内容を準備してやっていただきたいと思います。レジュメ自体は、まあ、素材という形で捉えてますので、その辺、まあ、レジュメのどこに答えが書いてあるんだろうという形で、探されてもなかなか書いてないかもしれません。まあ、資料をこう書きたいと思うのは、私自身新聞なりさまざまな本を読んでいまして、ものすごくこれは面白い言葉だなという言葉に出会うことがあるわけですね。例えば荻生徂徠が言った言葉で、学問は歴史に極まれりっていうような言葉があるんですね。となんとなくこうかっこいいじゃないですか、歴史学をやってる人間として、学問は歴史に極まれり。でこれは荻生徂徠のどこに書いてあったかというところで考察が始まるわけですね。でなんかこれは聖壇なんじゃないか、政治の壇と書いて聖壇で調べ始めて、聖壇を読み始める、一巻読む、出てこない、なんだっていうことで、これは答問集という答える問いの集と書きまして、地方におります荻生徂徠のお弟子さんなんかが手紙を書いてきて、どんな勉強するかって言った時に、学問は歴史に極まれりなんていうことで出てくる答えの問いの集、答問集なんですね。で、まあ、こういうのを私は荻生徂徠にちなんで地獄調べというんですが、どっかに書いてあった、でこれは確実な部分の出典がないと困る、そうじゃないと使えない、だけど見つからない、でこれ地獄調べというのは、これは荻生徂徠自身が言ってることで、荻生徂徠先生もいろいろな漢籍の出典を出したい、だけど出ない、そういう時に頭からやっぱり調べ始めるんですね。まあ、そういう作業を地獄調べっていうふうに言ってますので、まあ、私もその荻生徂徠の学問は歴史に極まれりという言葉を探すために、答問集まで、地獄調べを徂徠さんのさまざまな本を読まされたりすることがありました。ですから今から述べることはきっちりお書きください。まず日清戦争のイメージということで言えばですね、大体3つぐらいの考えで研究が進められてきています。
これはレジュメには書いていません。それで、まあ、前回だらだらとお話ししたことで一番まとめておくべきことは、まあ、A 一番でもいいですけれども A の考え方というのは、まあ、古典派と称しておきましょう。その 日清戦争に関するオーソドックスな見方ですね。でこれはどういう学者さんがじゃあ、考えた見方、古典派的な考え方、あの A の考え方、1の考え方っていうのは中塚明という名前で、ご記憶ください。これは、陸奥宗光外相、日清戦争時の陸奥宗光外相が憲憲録という回顧録を三国干渉後に書いた、その憲憲録という回顧録などを肯定した方です。ですから、陸奥のものなら何でも知っているというその学者さんが大体書いた考え方で、中塚明さん、大体これは1960年代から70年代のオーソドックスな見方だとお考えください。でこれは2つの特徴があります。一つはですね、当事者の階層というものに基づいてまずは書いてみようという考え方です。これは当然のことでありまして、日清戦争に関して陸奥外相が何て書き残したか、この当事者の言葉に引きずられて、まあ、我々今 ABC ぐらいの段階でこの中塚説を読んでますので引きずられているという言葉で申し上げますが、例えば陸奥宗光外相はあのこう書くわけですね、1894年の8月から戦争は始まりますけれども、7月から始まってて宣戦布告は8月1日なんですが、2ヶ月前の6月ぐらいの閣議の様子を陸奥が書いた文章でこう書くわけですね。十中八九自分が今から清国に向けて申し出る日本と清国が朝鮮の王室財政改革を両方の国でやる、この提案は清国は断ってくるだろう、だから断ってくることを利用しながら受け身で戦争に持ち込むという、その非道者という被害の火で動かされる、その非道者というような言葉などを使いながら陸奥が、まあ、淡々と日清間の戦争を計画するという、そういう書き方で、つまり陸奥はいかに非道者の立場を取りながら清国からのこう開戦というようなものを引っ張り出したかという、この書き方で書きます。あと当事者の言葉ということで言えば、もう一つ中塚明先生が使っていたのは林忠という外務次官。忠というのは林はあの林ですね、森の前の林ですが、忠は草冠に思いと書くあれですが、この林忠の外務次官の言葉なども真に受けて、まあ、これは批判的な立場で言ってるわけですが書きます。つまり伊藤首相は軍事のいろはを知らないから、交渉が始まる前に日本が人選に上陸させる軍隊の数、特設旅団言った2000ぐらいだと思っている、でもこれは1週間後に4000も上陸させる、8000ぐらいまでになる、だから旅団という言葉を使って伊藤首相を安心させながら、でも戦争に向けて外務次官も行っていくっていう、その林忠の回顧録を真に受けながら、ある種当事者の階層に引きずられる形で、淡々と日清戦争に向かっていくという、これがまあ古典派的な考え方です。あと古典派のもう2つ目の特徴はこういう特徴があります。内なる危機っていうものを外に転ずるっていう、これは例えばレーニンの帝国主義論なんかであることですが、つまり前回あの大急ぎでお話した通り、日本は帝国議会めちゃくちゃだったわけです。つまり戦争をやる8月が開戦だとすれば、その半年前に選挙をというか解散を2回やる衆議院を持ってる国が戦争なんかに踏み出すはずはないと、まあ思うわけですね中国は。だから清国はそういう見方で、まあ李鴻章遠征外などは見てるわけですけれども、つまり古典派はマルクス主義的な唯物史観でものを見ますから、そうか伊藤首相やは困ったと、
上映改正成功させて地租上昇を求める衆議院の多数派をどうにか説得しようと思った。でもその条約改正がその地雷を踏んでしまうわけですね。条約改正なんてあんなんじゃダメだと、もっと外人に厳しくしろということで自由党が盛り上がっちゃうわけですね。だから全然言うことを聞かないので衆議院を2回解散する、2回解散するということは、これ憲法停止っていうものを確保しなきゃいけない国に日本はなっちゃうわけですね。そうすると威張ってたわけですよね。トルコはともかくアジアで最初の憲法を作った国である、憲法停止なんか嫌だと、というふうに困った国は戦争ということで人々の不満を外にそらし、それで戦争に挙国一致に持ってったと、こういう解釈はやっぱりなかなか説得的ですよね。で、陸奥宗光や林忠須のそれぞれの当事者の言葉が引用されてるわけですからね。ですから古典派というのはそのようなこう淡々と日本が決意しながら戦争に持ってった、これが A の考え方です。それで B の考え方に行きますね。で、これはだいたい10年後とかに出てくる、20年後に出てくる、1990年ぐらいに日本外交文書なりのその日清間で交わされた記録、それから中国側の李鴻章が、日本と交わした文書、あと韓国側と交わした文書などは日中韓の文書集みたいので、漢文として出てますね。そういうのを見ながら修正主義というものが出てきます。これは京都大学でもう亡くなった先生なんですけれども、高橋秀直という学者の名前でご記憶ください。つまり B2 番でもいいですが、修正主義的な考え方、1990年ぐらいに出てくる考え方、これは京都大学の高橋秀直先生、この秀というのは秀才の秀で、直は正直の時期ですね。この方はこういうことを言いました。いやいや、やっぱり戦う必要はなかった戦争じゃないか。彼はこういう資料を見たんですね。伊藤博文などの資料を見る、それから井上馨などの資料を見る、それから山形などの資料を見る。それぞれ首相であったり外交や大蔵担当であったり軍事担当の長州系の政治家たちです。で、こう見ていくとやっぱりこう、後で紹介しますけれども、日中論の時にも紹介しますが、開戦のこう直前になってもその長州系の人たちが交わす手紙などを綿密に見ていくと、やっぱり本当に戦争しようなんて思ってないんじゃないか。前回お急ぎで読みましたが、例えば伊藤博文が首相としてソウルの、に持っていくのは憲兵じゃなくて巡査でソウル市内を守れということを言ったとかですね。そういう、あと軍人たちも例えば、大山巌などが出先に送る電報などに絶対にその出先での武力衝突やっちゃいかんということを軍人に訓練しながら人生に上陸させてる。そういう細かいことが分かると、あんまり陸奥が言ってたように挑発して戦争に持っていくっていうのもおかしいなっていう気がするというのが分かってきます。ですから修正主義派というのは徴収罰などを考えれば、これは戦う気はあまりないし戦う必要も感じてない、戦う必要がなかった戦争ではないか、ただしということで、ここでなぜじゃあ戦争になっちゃったかの説明の修正主義派はこうします。先ほど議会がめちゃくちゃだったということを言いました。で、その中塚明先生的なマルクス主義的なスタンスの歴史学者は外へ不満をそらすという、そっちで説明しますが、議会がめちゃくちゃな様子を高橋秀直先生的な説明はですね、これは中国側の判断に大きな影響を与えたとみなすわけです。つまり中国は李鴻章もそうですけれども、日本の東京にいた駐日公使さんですね、その公使がやっぱり日本の政治情勢について清国に送るわけです、本国に分析をね。といやいや、これはとてもとても、6月2日は解散がありましたと、で内閣は閣議で6月に何か、
中国に対する方針、朝鮮に対する方針決めたようだけれども、どうもこれは議会対策だろうと、だから議会がこんなめちゃくちゃで解散されて実際戦中に9月に選挙してますから、1894年9月には選挙になってますね。だから中国側の政治分析が全て、東京も北京も日本は戦争しない、なぜなら国内がひどいからっていう、この判断をしているということで、中国は何をやったかというと、やや強硬な要求を日本に突きつけるわけです。7月の確か9日だったと思いますけれども、あの日本と清国が共同で朝鮮改革をやろうじゃないかという意図があるし、本気でやった改革提案を李鴻章は、考えてもいいけれども、まずは人選から兵を引いてくださいねっていう、この前提条件を中国は言っちゃったわけです。そこでつまりいろいろボタンの掛け違いですよね。あのできない、戦争絶対できないはずだ、だからちょっと強硬に出れば日本は撤兵するんじゃないか。ですから、あのなんだろう、客観情勢と判断ですね。戦争をしうるというふうに、いやしたくないという気持ちと実際戦争に進むというのが全然別だというところが、今申し上げた修正主義の高橋秀直先生などの本を見ていると分かります。だからこう確信犯的な戦争への道で、修正主義 A と B ですね。でじゃあ C という3番目の説、これは最新のもので、前回お配りしたプリントの中にも何度も名前が出てきた、大沢弘明さんという、彼は今熊本大学の法学部の先生をやってますが、大沢という字に弘は博士の博で、秋は明るいという字ですが、その方の考え方プラス斉藤誠二さん、これはあの前回のレジュメには書いておりませんけれども、斉藤という字を書いて、あの聖人君子の聖に、あの2人目の二という字を書いて斉藤誠二です。この組み合わせでの説明が今の最新の日清戦争がなぜ起こったかの説明です。でこの説明のある種前半部分は前回お急ぎで言ったことで、伊藤首相は改革をやりたかったというこの説明です。つまり朝鮮の王朝改革はなぜ必要かといえば、ロシアとこうなんか清国や日本に圧迫をされると、朝鮮李王朝はですね、ロシアにフラフラっと行っちゃうんですね。でロシアにフラフラっと行っちゃうというのはもちろんベースがありまして、それはこの方の研究に詳しいですが、岡本隆先生という、あのサントリー学芸賞とか、まあ、いろいろな賞を取りまくっている方ですが、京都大学の京都府立大学の先生ですね。岡本は普通の岡本で、隆は小里編の隆で司、その方のメチエの本に詳しいですが、つまり朝鮮王朝の外務次官兼こう関税をこう考える大蔵担当みたい人には、ドイツ人の人間を、李王朝は雇うんですね。でこれは清朝もああ雇っていいよというので了解づくで雇ったんですけれども、そのメレンドルフさんというドイツ人が、これはヨーロッパの政治を想定すると分かるんですけれども、ドイツ人なんだけど李王朝の宮中の動きをこうロシアの方に引っ張っていくんですね。だからこのイギリスとロシアって言った時に、ロシアっていうのにこう肩入れする感じでドイツが動くんです。で清朝の李鴻章などは、なんか自分が許可して李王朝に送り込んだメレンドロフというドイツ人がなんでロシアと結ぶのかっていうふうに、まあ、驚愕しながら、それで清朝は遠征外というまたビッグネームですよね、その人物を朝鮮に送り込んで届くというような、まあ、
代理のこう大使みたいような役割をさせる。だからものすごくそのなんて言うんでしょうか、朝鮮と新国と日本とロシアっていうのは難しい関係に至っていたんですが、大沢さんの説としてはこうです。つまり伊藤は李鴻章もロシアを怖がってるはずだと。だから日本と新国がロシアに対抗する形で李鴻章をまたこう南にくっつけるような方向で動くことは可能なんじゃないか。だからメレンドルフというドイツ人だけど李鴻章をロシアとくっつける。で実際あの路上密約なんていうのはちょっちゅうありまして、あのロシアと朝鮮の密約っていうのはその例えば韓国皇帝のつまり李鴻章の皇帝の高宗さんという高いという字に宗教の宗ですが、その人物がロシア皇帝に向けてですね、これはニコライ2世なんですけれども、あの戦争になったら自分の国はロシアの方に好意的中立に立ちますというようなこうなんかあれれみたいようなそういう大胆な提案なども李鴻章の王様はロシアにしちゃってるわけです。ですから伊藤の目論みはこれは李鴻章と腹を割って話せば多分改革大丈夫だろう。だから大沢さんの説は伊藤は、まあ、出兵する、で新国と日本は出兵するという圧力を朝鮮にかけながら経済改革そして李鴻章の王宮改革をやれるんじゃないか。だから1894年6月段階の伊藤がゴーって言った時の出兵の裏にはこれは日清の協調がまだ可能だったっていう説です。つまり伊藤は本気であの改革しようとしてたっていうことです。だからだけれどもその後の日本と新国の動きがあの撤兵先にやんなきゃいけないよっていう条件ぐらいで対立してくることになるんですね。でこのいわゆる最新説はプラスで何が加わるかというと、斉藤誠二さんが解明した、じゃあその日本はフラフラとまあ新朝と朝鮮改革できるんじゃないかなというあの伊藤の特殊な楽観論に支えられてフラフラ出兵しちゃうわけですけれども、その時にじゃあ軍人の腹はどうかなっていうことをちゃんとチェックしたのが斉藤さんで、軍陸軍なり海軍なりがあの防衛省の戦死センターで今残っているいろいろな日記類があります。そういう資料を見てどの時点で戦争ができる準備をやってたかっていうと、やっぱり軍は、ね、あのこの時考えなきゃいけないのは文官主導です。日本の政治は元勲と天皇なり、まあ、その天皇のイエスっていうのを引き出すのは伊藤なんですが、元勲が政治戦争を引っ張っていく。だから軍はさあやるって言った時やらなきゃいけないということは非常に見えない状態で準備しなきゃいけない。ですから1894年1、2月段階でもう戦争はできる準備は軍は逆にしてるんです。だからこう楽観的な考えを持つ文官がギリギリまでこう強硬な交渉をしてしまった時に戦争っていうのは実は近いというか、やるんだぞって言われた時に軍はやっぱりできちゃうわけですね。ですからそういう点がその斉藤誠二さんのあの様々な陸海協調の動作の訓練とか大本営の設置の訓練とか、あと市町村などに動員をどうかけるか。ですから、中国も誤算なんですけれども、日本が人選で、中国は賀山というところですね、騎馬の山というところに出兵するんですが、そこに中国が近さを誇りながら出兵した2週間後に日本はもう4000兵を人選に上げてるっていうのはやっぱり1894年6月段階ではものすごく早いんですね。だからここで中国もあの誤算といいますか驚くわけです。あ、こんな7月9日撤兵要求を日本という国にしちゃってよかったのかなっていう。
ですからこういうあの ABC とか123というようなさまざまなあの日清戦争研究というのがあります。ですから、まあ、あの日本という国は好戦的だからイケイケで中国を引っ掛けたとかそういうレベルではない、さまざまなあの何でしょうね、楽観で戦争は起こらないと思ってるからこそ気軽な条件で交渉の前提条件を付してしまうっていう、そういうことが戦争にはあるという、これが日清戦争のさまざまな研究です。ただしこの岡本隆さんの世界の中の日清間関係史とか、あとは岡本さんというのは非常に真面目な方なので、あの教養学部の講義でなぜ日清戦争が起こるかを説明できない自分に驚愕して書いてしまったのが属国と自主の間であるという名古屋大学のこんな厚い本なんですけれども、それはね本当にあり得ることなんです。つまり細かい話を大学院生相手にこう専門家が話すのは楽なんですよ。日本外交文書の阿南板文書開けてなんとかって言えばいいんですね。だけどこの岡本隆さんは、中国の海関の専門家です。でその人がじゃあ、まあ、彼は宮崎大学というところにいたんですが、そこでこう教養課程相手に歴史学というので日清戦争なんで起こったのか、今言ったようなこう3つの説など、これはあの皆さん私に感謝していただきたいんですが、こんなに簡単に日清戦争の学説史を整理した人はあのおそらく世の中にいないと思うんですが、岡本隆さんのこういう本とかこの厚い3冊本とか、その高橋出直さんとか大沢博明さんとか斉藤誠二さんとか、そのありとあらゆるものを読んで整理すると今の3つになるだろうと思いますが、これかなりやっぱり大変ですね、簡単に説明するのは。ですからこの方の本も、新書、あ、メチアレベルですけど非常に、あの眼蓄の深い面白い本ですから読んでみてください。あの真剣にどう簡単に説明するかに取り組んだ人ですね。それではじゃあ11回分の方に入りまして、今日は日露に行きます。10年目です。で、まあ、あの世の中は1914年に100年目だということで周年記念で第一次世界大戦にあの興味は引っ張られると思うんですね。それからあの次回の第12回の講義では、長谷部先生が戦争する国家という、これは戦争できる国家になるとなかなか危ないんですけど、戦争する国家というテーマで1月16日は12回の講義がありますが、まあ、そういうことで世の中も学問的なあの学会も第一次世界大戦なりの100周年は意識されると思います。だけど私があえて日露を言いたいのはあのこういうことなんですね。近代20世紀っていうものをこうの総力戦なりそれを花開かせたのは第一次大戦であるっていうことのスタンスは誰も否定しませんよね。塹壕戦で例えばあのいろいろなレマルクの小説にしろジョニーは戦場に行ったもあれも実は第一次大戦なんですね。目耳鼻がもうほとんど爆弾で飛んでしまって両手両足も切断しなきゃいけないような傷を負ってもたまたまこの胴体部分が安全で生き残った人がアメリカ人として書いた本はアメリカでは絶版であった。でこれは我々は映画ではベトナム戦争のことだと思って見るんですね。でもアメリカではずっと絶版だったというのはあまりにむごたらしいで、むごたらしいその死を生んだのはあの第一次大戦でアメリカなりがあの出兵したその傷を受けた兵士の話です。だから総力戦でその近代兵器がいかに人間の体を損傷しでベルダンとかソンムとかそういう戦いが4年以上も続いたかっていうふうに説明される。だけどこの20世紀の近代戦総力戦を開いたのは第一次大戦だという語りは合ってるかってことなんですね。つまりやっぱりヨーロッパ中心士官で総力戦で武器の最新兵器が投入され
ってことですね。だけどアジア、10年前のアジアに目を向けてみれば、やはり旅順攻略戦とか、あと日本海海戦などの海戦ですね、あれもアジアだってことで、私は戦史の専門家ではないですが、戦史の専門家からも考察がずれているけれども、総力戦、第0次総力戦は日露戦争なんじゃないかっていうことは最高の余地があるわけです。ヨーロッパ終身史観からもう一回それを検討するという意味でね。でそれがこの丸一番です。慶応大学の東アジア研究所主催で国際会議が開かれて、私はこれ2005年に参加しました。慶応大学の、横手慎二先生、日露戦争という中高新書で非常にいい本がございますが、その先生が中心となり、読売新聞が全力を挙げてこの国際会議をバックアップしまして、まあアメリカ、ロシア、そしてフランス、イギリスなど、この日露関係の専門家を網羅したかなり立派な会議でした。でその成果はまだ翻訳が出てないんですが、スタンバーグ先生というアメリカの先生と2行目ウォルフさんという、まあ、これもこの人もある種の天才的な語学の達人で、ウィルソンセンターかな、アメリカの、もしくは、北大のスラブセンターなどにいたりして、日本語でですから論文調べれば読めるウォルフ先生、日中ロシアフランス英語使いなんで、もうめちゃくちゃな人ですが、そういう先生が変じゃなって2冊が出てます。でこの大雑把に、じゃあここで呼ばれた国際会議に呼ばれた第一線の研究者がどういうことを研究したかを大雑把に分かるのが、この読売新聞取材班編の検証日露戦争という本です。これはつまり来日した、国際会議に来日したそれぞれの先生に読売新聞社の記者さんがインタビューに行って、それで、あ、先生がこの本で書かれていることをじゃあざくっと400字で言うと何ですかみたい、非常にありがたいインタビューを試みてくださってまして、ですからこの2冊の、まあ、600ページ以上ある要書に参加している主な先生の考え方、どこが新しいのかを、まあ、見るにはこの日露戦争、検証日露戦争という本はなかなかいいですよ。はい、それでもう一つは2番です。もう一つはそのどちらかというと日中の、あと韓国側の学者さんを集めた方が小村の、故郷で開いた日露戦争研究会兼の本で、こちらなども、新しい見方が出てます。この本の中に寄稿したルコヤノフさんなどは今日のレジュメの3ページ目裏のページに出てきますかね。そのルコヤノフさんなんていうのはこの会議で、やはり宮崎会議で参加したロシア人の方です。だからまあ2014年に、まあ、今年ですけれども第一次世界大戦100年というのが開かれる中でも、もう一回ロシアとの絡みがおそらく出てくると思うのは日清ロ、あと韓国ですね。やはりロシアも太平洋国家であるということを言ってますね。つまり北極海というものが凍結しなくなる、だから自由にひょひょひょと太平洋にロシアは出てこられているわけですね。太平洋国家を名乗る国が続々とエントリーしているわけです。中国はそうですね、アメリカがそうですね。ですから太平洋というものの地政学的な意味における朝鮮半島ですね、あとは東シナ海、こういうものをやっぱりその日露の、アプローチの中で見ておくと今にも関係するということになるんじゃないでしょうかね。はい、それではじゃあ、私なりが今から申し上げることは丸さんの、戦争の論理などの第3章にも書かれてますのでご参照ください。ただもっと詳しいことは申し上げます。
それから56はざくっと言うと、こんなことなんだよって、今はここが大事だってことを申し上げます。これまで日本側の研究者は日清戦争を、朝鮮の独立を日本の力で清国に認めさせる戦争として理解してきたと。で、朝鮮への日本の支配権を確立するのが日清だ。じゃあ次の日露は満州の問題だったはずですね、というような、こう順番に日本というのは領土拡張した国ですねっていうことの前提がどうも頭の中にありまして、日露戦争は満州問題だっていう、捉え方が入ってます。これは中国などにおける日本理解でもありますよ。つまり日本側がこういうことを、言う、右の立場の方や、その右の立場の方が依拠する最初に解釈は、リットン調査団の報告書が国際連盟で議論されたときに、1932年ぐらいに松岡洋介と小池金がジュネーブで対決するんですが、その時に松岡はこういうことを言うわけですね。そもそも満州というものが、昭和7年時点ですよ、中国の主権があるかどうかをこの議場で論じてるというのは、すごい傲慢な言い方ですよね。中国が主権を云々できるのは、日本が1904年と5年の日露戦争で、でだんだんこの数字が大きくなっていくんですが、数十万の犠牲者と20億の、損害ですね、財産を費やした結果、獲得、ロシアから奪い返したようなものが満州だから、中国は日本に感謝しなきゃいけないと。つまり日露戦争は満州を争って、満州をロシアから日本に占領し返して中国に戻すための戦争だったという定義づけ、これはやはりまだありますよね。で、リットン報告書な、リットン調査団の報告をめぐる松岡と、小池金の戦いになるわけですが、小池金はそこでこう反論するわけです。いや違うと、日本は琉球を1879年に琉球処分というので沖縄県にしたと、両属関係だったのにね。で次に82年に朝鮮というものを、なんかこう清国の領属関係からずらすっていうので条約をアメリカなんかと結ばせるようなことをやった。で1894年から5年にかけて朝鮮台湾を奪った。で1904年から5年にかけて満州を奪ったということで、ある種小池の頭でも日露戦争は満州ってことになっちゃってるんですね。もちろん中国のために奪ったかどうか分かりませんよ。ですからここで日清は朝鮮、日露は満州っていう、こう段階的な拡張主義の物語での説明になってます。でこれは違うだろうというのが丸六で、今の新しい考え方はですね、ロシアで新たに公開された新しい資料などに基づくと、これはやはり日露開戦前の外交問題としては韓国の問題、朝鮮半島の問題で 日露はやはり、交渉してたんじゃないかっていう、ここです。ここを、考えたいというのが今の新しい、説であると思います。それではじゃあ2番目のところいきますけれども、開戦後のところですが、1904年の2月の11日というのは、これは1904年の2月の6日から日本はロシアともう武力的に衝突してます。しかし宣戦布告は2月10日なんですね。とその次の日の原啓日記、原隆日記を、ちょっと引用しておきました。これは政友会の領袖ですね、トップである人間がどんなふうに世の中を見てたかということです。
でもね、この原家日記というような日記を残すような政治家はやっぱり大変だと思いますね。酔っ払ってきて帰ってぐちゃぐちゃに日記書いちゃいかんわけで、正確に相手の言ったことを書き、で自分の反論は理路整然たる文章として残さなきゃいけないんですが、その原家日記はどんな感じだったかということで、つまり原は戦争は始まってしまった宣戦布告の翌日にこう書いてるわけです。我が国民の多数は戦争を欲せざりしは事実なり、後から申しますが、政友会、衆議院に多数を占める政友会がそれを欲しなかったのはもちろんです。で、政府は東京大学の教授なども含め、最初七博士をして露国討伐論を唱えしめ、また対露同志会などを組織せしめて、しきりに我が強硬論を唱えせしめたるは、かくしてもって露国を威圧し、よって日露協商を成立せしめんと企てたるも、意外にも改正に至らざる行きがかりを至らざる行きがかりを生じたるもののごとし、しかして一般国民なかんずく実業者は最も戦争を厭うも、表面にこれを唱う勇気なし、格のごとき次第にて国民、心ならずも戦争に準知せし者なり。つまりここはとっても大事で、政友会はどうも後ろ向き、国民も後ろ向き、政府は意図して強硬論を唱えた、そうしたら雪がかり上なんか戦争に近づいてしまった、中小、実業者などは戦争はやりたがっていない、いろいろな情報があります。でこの真ん中辺に書いてあります、政府は強硬論を唱えしめたという、この政府の意図的なその強硬論を唱えさせたという議論は、さっき私は総力戦という点でワールドウォーゼロっていう唱え方が日露戦争だっていう言い方はここにもあるんです。つまり総力戦の定義というのは男性のその兵役適齢年齢とその兵士の数が限りなく近くなるとかいろいろな定義はあると思うんですが、国内の戦線というものが戦争にものすごく影響を与えるという、国内世論が戦争にの帰すに大きな影響を与えるかどうか、これは総力戦の一つの定義です。つまり国王の傭兵部隊がパッと戦ってダメージを得ないうちに撤収して条約結ぶっていうのではなく、国内世論です。ですから国内世論の沸騰ということで言えば、ロシア側に生じた考え、日本側に生じた考え、それぞれ浮かびますよね。ロシア側は例の血の日曜日事件ということで、基本的には後のロシア革命なんかの一番最初の段階の部分が起こってくる反帝運動ですね。そしてもう一つ日本側ということでは、政府が結んだ講和条約反対だっていうので、基本的に日比谷公園ですね、日比谷で焼き討ち事件が起こる。だから総力戦というのの定義は何だろうっていうのは大きな問題設定するときに、そういう国内世論が戦争の帰すもしくは戦後状況を規定しうるような戦争かどうか、これも一つの答えだってことが原家日記などを読んでてわかるわけです。では2番目にいきましょう。それで、電気の完成というのは、基本的に私が申し上げたような韓国問題がこう落ちちゃう解釈がどうして起こるかっていうので、まあ古典派とか修正主義派とか最新論とかそういうのの一番ベースとなるものとして、まずはその当事者の言葉っていうのが何て書かれたかですと、山形有朋伝、桂太郎伝で、これは八重の桜というのをご両親などとともに見ていた人は、もしくは綾瀬はるかさん、ああいう方のファンで見ていた方は、徳富蘇峰を出しちゃダメだろうと思いませんでしたか、脚本で。徳富蘇峰というのはおそらく画面的には地味ですよね。で徳富蘆花との兄弟的な対決で
帝国主義っていうものの日本の兄弟の見方が全然違うんだっていう、これはあまりにも細かいネタで絶対あの大河ドラマには向かないんですが、徳富ロカ、あ、そう、この2人が書いた伝記というのはあの参照に値します。なぜなら山形や桂が持ってた秘密の手紙などが写真版でたくさん引用されてるからです。だから嘘はない、だけど書いてないことはいっぱいある。そして力点の置き方は甚だ違う。でこの日記の力点の置き方はこうなんです。つまり日露戦争を輝ける戦争を勝ったのに力のあった山形桂だよと、それを新聞人である祖峰さんが文章などを整えたわけです。だから政府の中にあった伊藤博文という戦争後ろ向きの日露協商論者に対して山形や桂といういい人たちが、これ開戦論ってことですね、日英同盟というものを手に入れて戦争に持ってきましたっていう、だから山形と桂のこれは検証のための伝記です。だけどね、ここで疑問が浮かびませんか。1902年1月なんですよ、日英同盟は。だからね、1904年2月の戦争の1年1ヶ月以上も前で、日英同盟結んだ瞬間、あ、これで戦争できると思ったかどうかってことで、まず歴史家の頭は動くんですね。日英同盟の評価、新聞は何て書いてあったかなとか、ね、そして原敬は何て書いてあったかな。だから日英同盟と日露協商は別に政府は両方追求してたんじゃないですか、で多角的に両方を狙ってたんじゃないですか、これが今の正解です。だからあの祖父のレベルでは、そして山形や桂を褒めるっていう意図で書いた本では、日露協商と日英同盟論が対立していて、それで日英同盟論が勝ちで戦争に向かっていった1年1ヶ月後にっていう、そこになるわけです。でもこれは違うんですね。例えば、先にちょっと読んでおく場所を見ましょうか。2ページ目のところに行ってください。丸2番です。2ページ目の丸2番ですね。 1枚目のレジュメの、最初の行ですが、原敬が、これもちろんあの政友会系の人ですから、戦争なんかやるよりは、つまり地層を増長して、ね、あの戦争をやる財源作るよりは、むしろ積極財政やりたい側ですから、日英同盟をこう受け止めるわけです。これで地層増長に反対すべし、またこの地層を財源として海軍拡張なさんとするの計画にも反対すべし、そのわけは日英同盟の結果としてしばらく軍備の拡張を見合わすこと適当の処置なりと。ですから軍備の拡張というのをしなくても、イギリスのバックアップを得たことで日本は息がつけるじゃないかという、こういう路線です。ですから坂野淳二先生というのは、いろいろあの新書などもお書きで、明治のこの辺りの説明は、基本的に正しいことを説明されておりますので信頼に値する方ですが、その方が原敬日記のこういうところを引き、やっぱり日英同盟結んだから戦争に背中を押された論はやっぱり再考すべきですねっていうことをおっしゃり始めた。ですから修正主義的な部分、戦争をしなくていいんじゃないかなという論の一つの説になっていきます。もう一つの説、三谷太一郎先生、彼も基本的には坂野先生と同じ考え方ですけれども、渋いですね。日本が戦争をやる武器弾薬を、クルップとかそういうところから開戦後に急遽買う、外債請求する、そういう時にこれは戦費が調達されなきゃいけない、だったとしたら枢密院の議論はどうかなっていうところに目を向けます。ですから丸一丸にご覧いただきたいんですけれども、枢密院
でまた日本は戦争の前にこれは議会解散をやってるわけですね。桂内閣も困らされてました。だから衆議院ではこの、予算案通せないということで貴族院に、勅令案の審議というものをやるってことですね。戦費を調達するための緊急勅令案を枢密院で通したい。そしたらこの枢密院議事記録というのを見るとどうもこれは抵抗してるわけです。枢密顧問官という、ね、政府側が選んだりする、顧問官、多額納税議員とかそういう人が、政府は簡単に改選論に行こうとしているんだけれどもちゃんと議会開いてからもう一回持ってこいというようなことを言って、まあ、ギリギリ結果的には通します。しかしかなりの抵抗が枢密院でもあったということです。これを議論に三谷太一郎先生はやはり日本の政界上層部にはむしろ非選論もしくは潜在的な非戦論は少なくなかったのではないかというふうに結論を導いてます。でこの丸2番の開戦前の原敬日記で戦闘が起こる1日前のはやはりこう書いてますね。原は非常に鋭いです。昨日来自局の切迫露国は戦争に決せしよし風聞頻頻たり号外を発する新聞紙多し自局の成り行きに関して政府、秘密勢力過度の兵国民は自局の真相を知らずまた政府も最初は満州問題に関し露国に請求せる吉なるも全地変遷して今は朝鮮において中立体の公共を争うぐらいに過ぎざる者のごとし。つまりある種その政党のトップである人間はどのあたりまで外交交渉の情報をつかんでるかっていうともちろん西園寺金持ちというね、元老から情報をもらっている伊藤からももらってるわけです。でどうも日露の外交交渉は朝鮮の中立体をめぐる条件闘争ぐらいにしかなってないってことを知ってるわけです。で実際そうなんです。だから外交文書を見るときに39度以北に中立地帯を設定すべしとロシアは言う。それに対して日本はいやいや朝鮮に対する排他的な助言をする権利そういうことを日本は担保したいから絶対ダメ。そこの議論になっているということを原はどうも掴んでるわけですね、はい、そういうことで3番目が決定的ですが、で千葉さんが私なりの弟弟子にあたる東大の日本史学を出ました方でめちゃくちゃ手紙が読めます。桂太郎と山形有朋の間の手紙そして桂太郎関係文書というようなものを東大出版会から2冊で出してまして、ですから今皆さんは桂太郎がどんな手紙を書いたか後藤新平宛に書いてるかもしくは桂太郎に宛てて山形が何て書いてきてるかこれを全部活字で読むことができます。だからかなり面白いんですよ。ですから最後のところのを読んでおきましょうか。本日の資料本郷に行きますと本日のレジ一品じゃないんですけれどもこういう資料だけ配ってじゃあ読んでみましょうというような授業をやっておりますが4レジュメの4の後ろのとこの、丸1、丸2を見ていきましょうか。これは戦争が始まるのが1904年の2月ですから2ヶ月前を切ってる段階で桂首相が山形元老に出した手紙です。じっと見ててください。縦書きにしないあたりが本当に申し訳ないんですが、はい、桂は綺麗な字で書いてます。目上に宛てた手紙です。12月21日付ですね。大磯の山形に宛てて書いてます。拝帝つかまつり候
事後ますますご精鋭ご起居あらせられ大河立てまつり候のぶれば、あの鎮和じゃなくてのぶればです、寺内陸将昨日規定に山形邸に参事候御伝言の赴き、今朝古祭に拝将つかまつり候ついては直ちにまかりいで申すべきはずのところ、本日は読んどころなき金曜の事件にて、明日は閣議、明後日はまたまた読んどころなく、その翌日24日午前のうちに参事候をつかまつるべく候間、あしからずお含み置き、くださるべく候というので、つまりなんかすごく大事な決定をやった、それを寺内陸将が陸軍の大御所であり元老である山形にもどうも直接伝えに行ってる、だけど自分である桂は直接伝えに行くのは24日まで待ってくださいという、その誤りの手紙ですね。で、小生は当日のご会合においては、誠に心よく虚事解決に至り候ことと相考え、その後小生佐の順序をもってそれぞれ運び寄り候間念のため申し上げ置き候、つまりその政府が21日より前に行った、最終的な決定で山形が納得していると思ってたんです桂。だけどどうも寺内陸将が山形のとこに20日に行った加減では、山形はあれ自分は納得していないと言ってますということを伝えたんでしょうね。ですから手紙でそれをチェックしてます。第一、満州問題は外交の手段をもってなしうるだけ談判を試み、結局この問題については最後の手段にまでは進行せざること、あの文章で残してくださってるからすごくありがたいですね。だから少なくともこの時に日本の最高の意思決定では12月21日段階では満州問題では戦争しないということがまだ決まっている、戦争しないということは分かっているわけです。で、第二です、朝鮮問題についてはおいては我が修正の希望を十分陳述し、彼が聞かざるときは最後の手段を貫くこと、つまり朝鮮の中立の、39度以北に中立地帯を設定するということをロシアが、交渉条件から落としてこなければ戦争するという判断です。これが12月21日段階なんですね。でどうですかって言ったら、山形がこれは大磯から駅長さんを捕まえて、山形 の秘書がで、その東海道線なりから桂のところまでその秘書さんが運んで同日付の手紙なんです。で、奉還継続、過日16日ご会合の重要問題については老慶においてもご承知のごとく、老政はもはや今日の時期においては満館交換問題を提出するをもって特撮となすの論を主張せしも、外相その他再論をもって今一をぜひ愛試むるとのことに愛決したる次第にこらり候、もちろん政局は当局すなわち責任者の駆け引きにいずべきは当然なる思って、この上はあえて主張すべきことにこれなくと外相に向かって申し起きたることに候、議論の急の第二問題については断然たる手段すなわち戦争開始の論は老政は承知いたさざるよう愛覚え申し候、この段あらかじめ開陳に及び候、再る、廃政に及び候というので、会ってから詳しくは申し上げるけれども、第二段階の朝鮮問題でロシアと戦争を行うという点について自分はまだゴーサインを出していませんということを首相に大急ぎで出しているのがこの手紙です。だからその桂電機とかあとは山形の電機などで、先ほどの徳富祖法が間違っているのはどういうことかっていうと、手紙自体は引用は筆記はしてないんですけれども写真版で載せてるんですね。だけど年代推定です。その12月21日なりっていうのを
これは読めばわかるし、大磯に山形がいて桂が東京にいて閣議が二十何日にあればっていうのはちゃんとこれ年代確定できるんですね。でもその崩し字があまり読めなかった人々は何やったかというと、こういう決意を前倒しするわけです。1902年の12月21日おかしいですよね。だから例えばめちゃくちゃなことが起こって、無林庵という京都に、山形のすごく寂しい山形が作ったお庭があるんですが、その無林庵などで会議を行い、もう1903年夏の時点で改選決意がなされたという、無林庵会議で改選決意がなされたというように書く本などもたくさんあったわけです。だからこう部分的に正しい手紙の一元石句をそういうのを捉えて、改選決意日本は夏の段階にやってたっていうようなこと。だからこう千葉さんが明らかにこういうことを正したことで、やっぱり1ヶ月前までね、韓国問題で日露戦争は決まってなかったというのが答えです。ですからこういうことはロシア側にも先ほどの2005年の会議などでかなり伝わって、まあ、衝撃が走ったようですね。日本の決意というのはもうちゃんとちゃんと前倒しでやっているんだねっていうのがこう海外の日露戦争評価だったんですね。ですから、ああこういうことだったのかというのが、あります。でただ千葉さんに関してはレジュメの2に戻りますが、ややその正しい読み取りを前提にした上でやや修正主義的なとこに触れちゃってるのはレジュメの2の3の丸5です。4の上あたりですけど、ロシアの最終回答って読めますか。1904年の1月28日なんですが、が例えばこれが迅速に確実に日本側に到着していれば、これはレジュメの2ページ目の後ろのあたり丸5ですね、ロシア側の最終回答見つかりました。それができてればこれ千葉さんの考えですが、日露戦争は避けられた、ロシア側が例えば最後には中立地帯は文章上落とすんですね。でもこれはロシア側の資料発掘でまた分かっちゃったのは、ニコライ2世が条文上落としても秘密条項で日本側から了解を取らなきゃいけないっていう付帯決議をつけちゃうんですね、条文に。だからロシアはやっぱり中立地帯39度以北に設定するという付帯条項はついたままなんです。だからこの1月28日が来てもやっぱり戦争は起こっただろうというのが私の考えであり、最新の考えでもあると思います。ですから千葉さんは綿密に考えた結果、日本もロシアもやっぱり戦争決意というのはなかったんじゃないか。だけどペテルブルグ、旅順、東京っていうあたりでこう交渉が錯綜するわけですね。届かない電報もある、握りつぶされた電報もある、で戦争になっちゃった。だから千葉さんは正しい日本側の読みを提示しながら、やや修正主義的な戦争はやっぱりなかった、なくて済んだんじゃないかということを書いてます、はい。それで4ページ目、4のところ、ロシア側からの研究の潮流ということを言っときますね。でこの和田春樹先生やルコヤノフさん、これがやはりこの2人がロシア側ということでは圧倒的な研究成果です。日本のロシア史研究はものすごくレベル高いです。なぜなら朝鮮語、韓国語、そして中国語を読んだ上で、つまりロシアと朝鮮王朝、当時は韓国ともなってましたが、話し合いの資料、それから韓国と中国の話し合いの資料の漢文、
中国語バージョン、それを読んだ上で書いてるんですね。ですからおそらく和田さんが解釈しているところはかなり正しいです。ただ気をつけなきゃいけないのは、和田さんは、古典派研究、修正主義的な研究を批判する部分は和田さんの読みで全く正しいんですが、じゃあ和田さんが一番おすすめする説はっていうと、ちょっとまたフラフラと来てるとこがあるので、それを見ていきましょう。レジュメの3ページ目のところの、もう裏側にようやく到達しましたが、すいません、丸1や丸2のあたり見てください。つまりね、こういうことなんです。ロシアはこれは負けた戦争です。猿に負けてしまった戦争なので、ロシアなんかの日露戦争のノンフィクション映画なんかを見ると、小さな勝利とかいうのでこう書いてますが、とつまりロシアは負けてしまっている戦争ですし、おそらく苦戦だというので、戦争中から当事者が弁明を始めてるわけです。ですからウィッテっていう言葉、ここに見えますか。あとクロパトキン陸将とか見えますか。これらの人たちがある種本当に自分はこういうふうに和平を解き、皇帝などを抑えたのに、でもベゾブラーゾフ一派という位も低い予備将校のような人が皇帝に取り入って、それでなんか冒険主義になったという、この議論をやりました。ウィッテというのはですから貴族でもあり大蔵大臣でした。クロパトキンは陸軍大臣でした。でこの2人の議論は簡単に言うとこうです。お時間があればこの和田さんが引用したところを丁寧に読んでいただきたいんですが、ウィッテはこういうわけです。自分はシベリア鉄道とその南支線の運営に頑張れと言ってた。だからロシアがその秦国に対して、義和団事件が起こったりした時に占領するっていうような荒事はせずに、まあ、ロシアはその南満州はともかくシベリア鉄道で利益上げればいいんだから、朝鮮問題なんかに首突っ込むなと言って、いい自分っていうのをウィッテは選びました。でクロパトキンはクロパトキンで、さっき言ったようなベゾブラーゾフというような人に罪を着せながら、自分はその旅順とその朝鮮半島北部だけの部分を、守ればいいんだからと言って、満州の中国経営とあと朝鮮経営双方に待ったをかけた、そういう旅順だけ大連だけ守ればいいよっていうのがクロパトキンでしたっていう、でもこういう像は違いますよねっていうことを、和田さんは言ってるんです。しかし和田さんは丸4番でこういうことを言ってますね。強硬派と目されてきたベゾブラーゾフという、これはね国務顧問なんていう言い方です。つまり皇帝のアドバイザーですね。このベゾブラーゾフという人が文書ベースでは面白い資料を残してるんですね。これはニコライ二世文書中にあるというふうに丸4の3行目に書いてありますけれども、つまりロシアはやっぱり核戦争の脅威があった時にシベリアにボコッとたくさんなんですか、マイクロフィルムとか資料そのものも持って行ってしまえる国なんですね。ですから資料は捨てないんです。だから日本の、いわゆるシベリア抑留された軍人さんたち の名簿もロシアはある意味ひどいことはやりました。しかし名簿という形でカタカナ書きですが、その人の亡くなった場所とかいつ亡くなったかの記録は残ってるんです。だからこういうのはある種日本が南方で
ね、死んだ人の場所や時間を明らかにできないのに比べれば、ロシアはこのニコライに正文書というので残ってるんです。でニコライに正文書にベゾロアルゾフさんが書いた書類は残ってて、これは戦後のアリバイ作りかなと思うんですが、直前になってベゾロアルゾフはこういうことを言います。1904年1月10日、これはあの西洋暦ですね、ロニチの同盟意見書を作るんですね。ロシアは満州を併合しない決意をします。日本は朝鮮を、まあ、あの保護国はいいけど独立国のままにしましょう。でロシアと日本は資源開発会社を作りましょう。でそれぞれ満州と朝鮮の天然資源を開発する、そういう権限を持ち合いましょうって書くんです。でこれは確かにニコライ文書にあるんです。でだからベゾブラウゾフという人が最後に平和への努力をしたというのは文書実証主義としてはイエスなんですね。でしかもこれは日米交渉じゃないですが、天皇とツァーリの直接交渉で同盟案を交渉しましょうよなんてことを言うんですよ。だからね、日米交渉でルーズベルトと、あとその前の日米交渉だと近衛文麿と、ルーズベルトが太平洋上で会って妥結しようかなんていう、あんな案も考えられてたのとちょっと似てますよね。だけれどもかわいそうなのは、こういうことでラムズドルフという外相が残した資料も残っていて、ラムズドルフ、これはペテルブルグにいるわけですが、クリの、新一郎中ロ公使、日本側の公使にこういうことを言うんです。クリのはこの文書は大事じゃないか、だからちょっと日本に連絡して早く交渉案を考えてみましょうなんて一生懸命考えていると、ラムズドルフはこういうことを言うんですね。ベゾブラーゾフは一個の狂人にして、相手とするもさらに益なきことっていうので、すべての交渉、すべての政府の中には、つまり交渉を進めてるその代表を自分の権に握りたい、だからあれは気が違ってるなんていうことを言いながら、このベゾブラゾフの影響じゃなく、ラムズドルフが進めるペテルブルグを中心とした和平交渉しか認めないということを、まあ、やるわけです。だから日本ですね、ベゾブラゾフは旅順にいるんです。ですからこういうことは日米交渉などにもありますよね。ワシントンではこうだ、でも東京ではこうだっていうので、ですから本当に朝のごとくその議論は分かれているということが資料を見つければ見つけるほどあります。だからやや和田先生はいろいろな資料を見ながら修正主義的なところなのは、このベゾブラーゾフ、強硬派と目されてたベゾラブザーゾフの、書類などを見ると、やっぱり日本側がちゃんともうちょっと待ってれば戦争に起こらなかったのではないか、もしくは日本側がベゾブラーゾフが強硬だというふうに思って交渉してるわけですね。あの人は朝鮮に利権も持ってるから、だから朝鮮問題で強硬だと思い込んでます。だけどベゾブラーゾフというものはこういうことを言ってるという実態をクリノは分かってたけど、小村はもう無視したっていう、だから小村の罪だっていうような、その議論になっていますので。ただルコヤノフさん、これでもう終わらなきゃいけないんですが、ロシア人の方はやっぱり戦争は両方の国の主戦派、両方の国の非戦派っていうものを考え、両方の国の議論の不一致なども見て、やっぱり戦争は起こっただろうっていう見方です。というのは先ほど言ったように、朝鮮の、中立条項についてニコライ2世はやはり譲ってないということですね。それが資料上分かり、そして日本側の外交文書を見ても、さっきやっぱり朝鮮問題に関しては戦争としてっていう、山形もこの12月21日はゴーサイン出しませんけれども、12月末にはゴーサイン出します。だからやっぱり朝鮮問題で戦争は起こるというのが、スタンスなんじゃないかというふうに思いますね。
はい、それでルコヤノフさんの説、これも丁寧に読んどくに価値ある説であります。で、彼はペテルブルグにあります歴史研究所の研究員でありまして、ロシアも何でしょうね、あの帝国が負けたことは今のロシア政府にとってはあまり関係がない、だからニコライ2世文書というのはかなり分かってる。で、このルコヤノフさんはウィッテの文書もほとんど全部読んだ人なんですね。だからウィッテが自分に都合のいい言い逃れの文章だけを示してた時代じゃない、すべてのウィッテ文書を読むと、やはりウィッテの罪の方ですね、つまりウィッテは満州のシベリア鉄道と南支線だけロシア頑張ってればいいなんて言うわけです。だけどロシア皇帝や内閣で信用されないのは、ウィッテの路線は儲かんないんです。つまりシベリア鉄道、あと南支線通しても対中ロシア貿易は全然増大していません。だから皇帝が一時ベゾルブザードフという顧問の言うことを聞いて、ああ、やっぱりロシアは朝鮮の方向、森林会社とかですね、鴨緑江、こっちに進出すべき、満州じゃなくてね、こっちだって言った時にウィッテは説得力ある反論を提出できない大蔵大臣だったということをルコヤノフは示し、だから逆にベゾブラーソフは皇帝に向かって、いや、旅順大連を守るにはむしろ東に目を転じて朝鮮半島の部分、あれをみすみす日本なんかに渡すのではなく、朝鮮の貿易に目を向けた方がいいですっていうふうに言った合理性はある。つまり強硬論を皇帝が支持した合理性はあるということを資料で示しました。ですから日本側のロシア研究者、そして、ロシア人の日露戦争研究者などが示すロシア像というのは、かなりのところ何が問題だったかという点では、もう議論の余地がないところまで来てますね。だから一言で言えば、朝鮮というものの戦略的経済的な位置づけが1894年5年の時からまた変わったということです。10年で。つまり1894年5年の時に、あ、朝鮮は日本が独立させたようなもんかな、仕方ないかって手を引いた国もありますね。イギリスやアメリカはまあ仕方がないと。だけれどもその10年の間に、その朝鮮半島というものが、ロシア自身が遼東半島南部の旅順大連を開発したことで、世界の海という点で言えば、非常に朝鮮半島、そして遼東半島の南側が重要になるんです。だから日清戦争終わって終わりました朝鮮半島はというのではないわけですね。そこの権限をめぐって戦いが日露戦争だったんですねっていうことです。だからあまり満州は出てこないわけですね。だけれども日本人の頭の中にはその刷り込まれてるわけですね。連盟で日本全権がちょっと小池に負けちゃったのは、数十万なくなって20億のお金を使って守ったロシ満州っていう32年の記憶、31年の記憶が上書きされる。で、41年の日米交渉の時にはもう一回上書きされるわけですね。満州やめたらっていう、もうちょっと後で満州国の問題は考えましょうという日米交渉案を日本はね、絶対に飲むことはできないというわけですね。でも日露戦争で争ったのは満州だったんですかっていう、そこですね。ですからいろいろ歴史っていうのは面白いわけですけれども、その時点での解釈、1902年の日英同盟結んだ時、日本人どう思ったんだろうか。95年で戦争終わった時と1904年始めた時の朝鮮の見え方の差ですね。
そういうものをこう綿密に見ていくことで、あの歴史ですね、この国の見方というのがあると思います。まあ、あのご清聴ありがとうございました。質問という形で、じゃあ10分ほどになりましたけれども、ご質問があったら聞いてください。ありがとうございました。本当にあの歴史の飛騨の部分までですね、資料に即して勉強させていただくことができる本当に面白いあの講義だったと思います。というわけで、皆さんもいろいろ質問があると思いますので、どうぞあの積極的にあの手を挙げられてみてください。ありがとうございました。すごい面白かったです。なんか結局その自分たちが中学校の頃とかに習ったような日本史では、なんかその満州の話とかがすごく、まあ、ピックアップされてたりとかして、でそれっていうのはやっぱりその日本がそのこれまでの期間で、そのさっきおっしゃったみたいに満州は絶対に譲れないっていうふうに言った時に、その何十万の人たちが亡くなった上で取ったバスだからっていうような形で、そう上書きしていって上で歴史観みたいなものって成り立っていくわけじゃないですか。でただ今日歴史を学問としてやってると、その過去とずっとこう何度も何度もこう、まあ、話し合うとか見ていくことで、その結局その単純に因果関係って結べないよねっていうようなことをしながら、そこをどん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 詳しく見ていくわけで、ただその人間の多分本質的に単純に物事を捉えたいというか、因果関係は単純に成り立つはずだっていうふうに思っていて、複雑なものを複雑なまま捉えようっていうような考え方って基本的にみんなしない中で、でそれでもそのできる限り複雑なものを教えてくれてる日本の歴史教育の現在は自分としてはすごく素晴らしいなとは思っているんですけど、その一方でそのごめんなさいちょっと長くなってて、できる限りその単純に自分たちが意思決定するときに、国として意思決定するときに単純に因果関係を結べているように、そのより納得できるように、その要するにいつも物語は自分にとって納得いくのいくものにして、後付けでもしていこうとするわけじゃないですか。でそういうふうに歴史を教えていこうっていうような考え方もあるわけで、そういう歴史教育を考えている人たちに対してどういうふうに、まあ、反論なり意見なりをなさる、まあ、反論なのか分からないですけど、つもりなのか。非常にいいご質問でありがとうございます。私は少数派だって言われたね。そうそう、あの少数派でもう絶滅危惧種で、そうなんです。複雑なことをなるだけ複雑なまま、ただ筋道を立てて教えようっていうのは、おそらくこの聴衆200人と、まあ日本全国で言うと何人ぐらい、 10万人ぐらいですかね。だから私がいくらその NHK の視点論点というような番組で、去年の2013年の8月15日の番組、15分番組で出て言ってもですね、これ午前4時50分から15分だったのかな、まあ、3人ぐらいしか見てなかったと思うんですね。そのこれは予期してて、まあ、安倍総理は絶対に、記念式典で今までの総理と違うコメントを言うだろうと、で戦没者に対してその単純化して、まあ、餓死者もいる戦没者の中で、特攻で死んだような方へを送るような言葉をきっと述べるだろうと思ったことを前倒しして、先に午前4時50分に死者は多様でその死んだ場所を明らかにすることが歴史学なんて言っても、おそらく3人ぐらいしか見ないわけで、今こういう、そうですね、私の戦争の日本近現代史、これはでも累積で10万部ぐらいになりましたか。それでも戦争は日本人を選んだ20万部だけれども、やっぱり小林芳則さんとか100万部とか、あとは高文雄さんにしても、もっと右の本当にそういう方たちがアマゾンでもやはり多いですから、単純なこのガットフィーリングに訴えかける歴史認識に、どうこの少数派、本当の少数派である私なりが対抗するかっていうのは、本当にこれは絶望的な戦いです。私がやる方法は、そうですね、
東京大学の歴史学の教育のプレステージを高めていく、あとはそうですね、国際会議などに臆病にならずにどんどん出ていく。私は2005年の出てって、これは英語ベースだけの会議でしたけども、やりました。もう恥ずかしいけれども、ですからそういうことをやれば、基本的には日本のこの歴史学の現状が、その中国なりイギリスなり、アメリカなりのその一番上層部はには伝わり、そして各国の大使館の外交分析などには使えてくれるのではないか。でこれはあと防衛関係者ですね、軍事関係っていうことに私が足を突っ込んでるのもそこで、単純な議論で勝利を占める勢力、やっぱり軍事的な研究をなさってる方々の議論ですね、そこにやっぱり我々が私なりが噛み合う形で乗せていくことはとっても大事だと思います。ですから戦争史研究っていうものの需要、安全保障研究、そこにある種噛み合えるような歴史学を提出すること、これが2つ目のまともな答えだと思います。ありがとうございました。どうもありがとうございます。まだ時間ありますので、どうぞあと1、2件は大丈夫かと思うが、はい、お話ありがとうございました。先ほどの質問のお話も聞きながら、先生に何ていうか、お疲れの出ませんように、今後もお仕事をなさっていただきたいなという思いをまた新たにしたのですが、一番その授業の冒頭のところで、その日露戦争が、まあ第ゼロ次世界大戦のような、状況であったという議論される研究者の方のお話されてたと思うんですけれども、この全体の授業を通してきて、政治の上層も日露の国民、まあ、要するに日露両国の上から下まで誰もが戦争する気が本当はなかったのに戦争になってしまったっていう印象を僕はちょっと受けたんですね。それなのにどうしてその日露戦争が、総力戦として位置づけることができるのかっていうのを、またちょっと説明していただけないかなと思うのですが。いいご質問です。つまり私は総力戦というものは国内世論というもう一つのフロントを持った戦いになるという意味で、国民の世論というものの関与を言いましたけれども、事実上秘密外交のような形でなされて交渉が行われる。で実際私も双方の、トップの側でずれた部分は何かっていう言い方をして、だからダメなんですね、やっぱり日露は対立しましたという言い方をしましたけれども、確かにその国民を巻き込んでという部分での回答には なり得てないですね。ですから今申し上げたような部分の国民のフロントと総力戦の語り方は、また書きうるソースを見つけてくる必要はあると思います。で一つ先ほど原敬日記のことで秘密裏にというような言い方してますよね。で政府は一時はこう非戦論を何か唱える、だから与謝野晶子も詩を出すことも全然問題ない、だけど急に、強硬論唱える、それはロシアに聞かせるため、だけどどうも政府自身今困ってるっていうのはその政府の手の内ですよね。それを腹ぐらいの、まあ、サークルにいる人は分かる、だけれども何でしょうね、その安全保障上のことになると手の内情報などといって60年経っても記録は出てこないわけですけれども、うまくやはり政府がこの点に関しては国民のこう戦争を恐怖する気持ちを利用した方がいいからこのデータは出そうとか、これに関しては少し中国側に強く聞かせるためにこの議論は知識人にこういうことを書かせようとかですね、ある種政府の意思決定をマスコミにリークしながら、リークというかマスコミに正しく、書かせながら、なんだろう、事実上の政策決定というんでしょうかね、それを、マスコミュニケーション、それから有識者というようなものを巻き込んで、見せておくっていう、
ことですね。情報公開というのはなかなか日本では難しいこともありますので、先ほどの国民というものを総力戦としてどう使うかというのは、今後の主権者である自分たちの記憶ということの鍛え方にもなると思います。ちょっと一言言うと、長い記憶っていうのを最近私が提唱しているのは、前回の話で昭和天皇が太平洋戦争負けた時に、日本が戦争に負けたのは今回だけではない、白村江の663年にも負けて、その後いろいろ改革をやって文化にも心を用いたことで、今後日本の進む道はおのずから分かるはずだって言った発言を紹介したと思います。文化にも転機が訪れ、日本の発展ができた。これは戦後そのものの見方ですよね、昭和天皇。だからこの1200年前の戦いを比べて何とかっていうことを言える、これおそらく大日本帝国憲法上統帥権の総乱者であった人間の長い記憶だと思うんです。だから我々が主権者だとするならば、やっぱり記憶の長さというのかな、666とか、昔オーメンというような映画がありましたが、666の数字を持った悪魔の子のオーメンは、ね、十何歳の子供なんだけれども、ナポレオン戦争の時に何月何日何人死んだとかいうのを学校で語る、つまり悪魔は全ての記憶があるからですね、そこまで言わなくてもいいけれども、さまざまな形で皆さんは広く長く学問をしていっていただきたいと思います。あまり答えになってないで申し訳ありません。どうもありがとうございました。